はい、次参りますね。次はビューティーのコーナー、ネイリストの割にはこのコーナーをすっ飛ばすこともあるという古田さんですが、今回はね、なんとね、いいものをご紹介します。この押し花シール、押し花のネイルシールのアート、ネイルアート、これ分かりますか？押し花の普通のシールとは違うのか。これはね、写真のシールなんですね。あ、なるほど。で、これは簡単に手につけることができて、私今日これ、こんな感じで、本当にちゃちゃってつけられるんですね。で、これは写真のシールで、実はこっちが本物のドライフラワー。これもネイルの用品として、それもつけれる。うん、これもつけれるの。ところがね、この子は実は本物なので、ドライフラワーにしてあるので姿勢よくピンピンになってるんです。ペタッて、うん、それで爪ってこうカーブがあるので、ピンピンになってるから、浮いちゃう。この子を押さえつけるとお花が割れてしまうの、実は。だからこれはかなり気をつけてつけなきゃいけないんですけど、そっちはちょっとテクニックがいるのかしら。そうそう、簡単っちゃ簡単なんだけど、うん、壁の外側のところが割れてしまうことがある。で、そういうののためにこの写真のシールみたいのがあります。これは本当に簡単で、ペタペタ貼っていくだけで、今時のネイルシールっていうのは粘着シールが後ろについているので、うん、そのまま貼ることができるんですね。それでおのりなくても貼ることができるので、で、季節によってね、これは何ですかね、フルマスオじゃないけど、そんな形な、うん、ね、フォームっていうか、なんかそういう西洋菊みたいな、お花でしょ。で、これからいきますと、ほら、ひまわり、これはひまわりね、ひまわり、それからハイビスカスの、ハイビスカスのシール。で、今これ全面アップになってますけど、私右の手と左の手と違いますでしょ。これは実はネイルを教えてる人の正体で、手を生徒さんにお貸しするので、そっちでやってもらう。ボロボロなの、実はボロボロなの。ヨガの先生って実はなんかヨガを教えて、午前どこかと夕方のレッスンとかするとね、腰とか痛めてる人が多いのね。やりすぎで、やりすぎで。ネイルもね、ネイリストとして、その例えばサロンでお客様をやったりする場合は別ですけど、私のように教える方の人はこの手を貸して、私の手は血が出ても料金のうちって言って練習をしなくちゃいけないので、こういうふうに右と左と違う。だから銀行に行くと、私の正体が分かんない人は怪しいやつが来たって感じになるんですけど、うん、本当に10本いつも揃ってることはまずないです。で、見本なので、例えば左手は営業に行くときにこういったものですよっていうようなことをするので、右と左が違う。しかも左手も全てやってることが違う日もあります。で、じゃあそんなこんなを言いながら、この、シールを貼っていきましょうかね。まずいつも申し上げるように、油分をね、取る。油分を取ると、これはね、今日はフレンチネイルっていう、爪の先が白い、私はちょっとその仕事柄フレンチのとこが長くしてますけど、安藤由子さんとかよくテレビニュース、ね、うん、細く、細くね、上っかの四角いみたいなカットだったりしますよね。でね、この油分がついてると取れないので、ご自身のちょっと普通のマニキュアの上からでもできるの？マニキュアの上からでも大丈夫です。で、まず油分除去をしていただいたら、これピンセットのね、先がこれ尖ってるのが、先の尖ってるピンセットで、ほら、こうすると、分かりますか？取れるんですよ。それを、お爪のお好きなとこに置いて、これでピーってくっつけると、もしくはもう粘着テープがついてるので、綺麗にね、くっつきます。うん、そしてまあ、デザイン、自分でお好きなところに貼っていく。簡単でね、簡単なの、うん、昔はね、こういうのもね、転写プリントみたいに自分で作ったりしたんですよ。私がネイルを始めて20年ぐらい。あ、そう。で、その頃はもう粘着とかもなくて、とかで、で、こういうふうに貼ったら、これだけじゃ実はダメなの。これだけだったら上から何か取れちゃうから、うん、上からトップコートをかけて、止めます。で、そこにちょっと人テクニックを加えるならば、
こういったキラキラのラメあります、ねええ、これは実は見ていただくと分かりますけど、細いの、先が細いの、これはネイルアート用 の, あの普通の銀色のラメのマニキュアではなくて、アート用 の, アート用に細いの、ね、アートが入ってるマニキュアで、それをこれだけだとあまりにもちょっと技っていうか、あの愛想がないので、例えばこういった感じに少しちょっと、ほんとおしゃれになる、はい、ちょっと手を加えるだけで、あの一手間加えたらいいです。そしてこれはマニキュアなので乾きますね、すぐで、その上をトップコートで止めてください。そしたら、このシールは取れなくて大丈夫になる。ちょっと浮いたりしたら押してください。このね、このカーブにこういうさっき の,、うん、本当 の, 生のお花だと浮いちゃうってことね、パキってなっちゃうので、うん、無理にくっつけると折れちゃったりする。これトップコートね、これを上からでね、もうネイルのコーナー行くと、もうシールでも何でもいっぱい売ってますので、とりあえずチャレンジ、何でもやってみる。こういうふうに、これでもう出来上がるですね。で、これはもう本当にお好みなので、もう一つ取りますね。まずシールをこうやって剥がす。剥がしたシールを貼りたいとこに貼る。そして粘着だからこうやって押さえる。これあんまりね、実は手でやらない方がいい。なぜかというと、こちらの指の先には水分とか油分とかがついてる。また油がついちゃう。そうなんです。だからキュッと押さえるのに手の方が便利だけど、実は手で押さえない方がいい。で、先ほどの、じゃあこれはちょっとまた今度は違った別の色、キラキラの入ったトップコートでもいいです。あ、なるほど。そうするとこれをそのまま全体にキラキラっとする。そうです、そうです。サロン行かないで、このまま自分でやってください。あ、これも綺麗ね。全体にキラキラとしてて、こんな感じ、こんな風に簡単にできるの。だからサロンに対して時間予約したりしていろいろ大変なので、本当に今いろんなものが便利なものができてますので、ご自身で簡単にやれます。でね、先ほどのお着物の話じゃないですけど、ネイルも季節物なんですね。だから先ほど申し上げたようにハイビスカスとかは夏ですし、これがまたクリスマスシーズンになったらクリスマスのリースとか、ね、そういうのがやっぱり出て、ね、季節感があると面白いですよね。桜も出てくるの。それから春だったら桜のあります、だからやっぱりその桜を冬につけてるのも昔なもんなので、季節が変わったらこういうのがあります。それで、まあ、例えば私は今このちょっと仕事柄これ全部してますけど、本当にさっきほどのあれじゃないですけど、ちょっとお出かけとかリゾートなんかに行かれるときにね、年齢関係なく1本でも2本でもちょっとあると、やっぱりおしゃれですよね。それにワクワクします。そう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 、いつまでだっても女の子は女の子なんです。私たちは女の子です。それで嬉しいので、しかもそれをいろいろサロンとか行ったりしてやるのはもう大変ですし、本当に今いいものを売ってますので、ちょっとしたテクニックをやっていただくと、すごく自分で楽しめるし、ね、お洋服に合わせたり、またあとね、指輪の色に合わせたり、大事、で、あと私は今日はこれなんかこんな風に全部してる感じにしてますけど、実は自分自身が例えばパーティーとかでアートするときほんの1本か2本です。おしゃれはマイナスっていうのは、その方がね、インパクトがあるかもしれない、持論なんですけど、そういう風にマイナスをしていって、おしゃれをして、それこのお手軽な粘着シールがついてる
のがもう本当100円ショップでも売ってますので、どれをチョイスするかはその方のね、そこにまたセンスがかかってくるので、それにプラスこうあのラメだったり、それからこういうキラキラの入ってるマニキュアのトップコートだったりするものをつけていただくと、こんな爽やかなあのなんかでもちょっと私今日はなんかあの武器のようなってしてますけど、誰も引っかく相手もいないので大丈夫、イワシの腹出すぐらいなので大丈夫なんていうことを申し上げつつ、ネイルシールでしたチャレンジしてください。